食料危機、今日も元気に猫に手作りご飯の実験中。今日の食材はじゃじゃーん、茹でたかぼちゃ。なんか冷凍のかぼちゃを死ぬほど買ってしまった。冷凍庫に入らないのでにゃんこにも消費に気合ってもらおうということで、冷凍かぼちゃを茹でました。 150g ぐらい、ほとんどなくなる。あと1個分ぐらいかね。全然だ、人間の分なくなったぞ。まあいっか、5キロ分買ったからな。まだまだありますもん。また今回もちょっと茹でただけなので硬いかな。どうかな、この皮は食べれないかな。避けてやった方がいいのかね。まあ残念やつは避けるか。どうかな、勘弁してもらえるかしら。身の方は崩れた、問題はこの皮だな。ではここにカルカン 70g 投入します。よーくよーくよーく混ぜてな。にゃんこはかぼちゃを食べ物と認識してくれるかね。しかし今日も全く騒がねえな。誰も泣かない。無反応。ヒゲが入ってた。誰ちゃんかな、グーちゃんかな。さあ今のところ誰も声を発していません。大丈夫でしょうか。誰も手をつけない。かぼちゃはじゃがいもと一緒でいけると思ったんだけどな。本日も最終手段、カリカリトッピング作戦。ようやくちょっと興味を示し出したかな。なんだかタマちゃんはうまい具合にカリカリだけ拾って食べてそうだな。ミリさんはダメか。やっぱり食いしん坊のクータンだけだな。こりゃ参ったなぁ。全然食べてくれないね。かぼちゃ5キロも買ったのに。買えねえんか。どうしよう。全部残し。帰って無駄。上手にカリカリだけ食べて。たんは食べてくれました。たんは何でも食べるな。